別に一緒なんだけど、こう、こう、要は首ショット、首でやったこれを後ろ手首でやる、やっぱこっちもいい、この手をこう、これがアップアクション、はい、こう、こうきますから、これをもう逃げる、逃げる、受けるというよりは蹴り足を追っかけながら使ってくれる、ちょっと振っちゃった方がいいのでしょ、ちょっと振るだけで人間で撮るって相手の膝のちょうど外側のこの、はい、小島さん、ここはなってきて、そうですか、そうですか、そうです、倒すときは今このままやっちゃったら、後ろに倒すときは簡単に倒す、はい、あ、ごめん、ちょっと、あ、違う、そうか、次回でしょ、手があるの動画見たから、そこから小手返しだと思った小手返しだと思ったやらなくていいですよ、いずれやってもらうと思う、まあ、それで横にやって通るこの手に、足と一緒に
全部つながっているんです。手だけではずっと見つかないから、ね、さあこれの足がこう全部ネジが回り込むようにしますと、天地投げを本当に投げるこう。これはね、どっちかっていうと技というより受ける練習。この手をこうして、こうするとね、本当に直線で、まあ、投げていくんですよ。こうすると、気合いの高いというのから、たぶんね、これを高いという難しい。難しい。だから練習、これは練習。なんか足投げも手で手が高いという。難しい。だからちょっとやろうかな。あの、出来方次第。あ、いいね。この間の。自分で考えながら説明する。おお、こっち見て。ここでこうか。おお。まず、下に来る方を持って、こっちが下に来ると、これはこのまま下げて、L 字に引っ掛けて、上の方は本当は多分この辺からも掴んでなきゃダメだと。これちょっと自分もやったことないけど、カメラに見るようになってるやってないから、まあ相手でできるから、ストーン、どこ踏んでも痛いです。どこ踏んでも痛い。これがこのアキレス腱の、要はアキレス腱斜めになるんだけど。まあ、決まってるか決まってないか、あのテストも気にしないからさ。まあ、あの最後の一歩の瞬間に加速しながら、掴むっていうより、突き押すと、突き飛ばす勢いで来たら、